皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美樹です。そしてアナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アナヒコくん、もうすぐ何の日かわかる？そう、ハロウィン。まだ何も言ってないよ。ボケさせてもくれないのかね。まだ何も言ってない。ハロウィンね。そう、ハロウィンだよね。ハロウィンが近づいてきたってことは、先生今日は何をやるの？そう、今日はハロウィンにぴったりのLED を使った可愛い工作をします。お、楽しそうだね。楽しそうでしょう。じゃあ一緒に作ってみようか。はい、それではレッツサイエンス。それではまず電気回路を作っていきます。この電池ケースと LED をワニ口クリップでつなぎます。この電池ケースの導線のプラスの方と LED はこのように2本足があります。足の長い方がプラスです。これらをワニ口クリップでつなぎます。長い方がプラスで短い方がマイナスです。抵抗を2本の新しいワニ口クリップでつなぎます。そして LED の足の短い方と電池ケースのマイナス極とをこのようにつなぎます。続いて電池ケースに電池を入れていきます。プラスとマイナス間違えないようにしてね。これで電池ケースのスイッチを入れると、せーの、このように LED が光ります。続いて LED の上にかぶせる飾り付けを作ります。今回は100円ショップのこの透明折り紙を使ってかぼちゃを作りたいと思います。もうすぐハロウィンですからね。あとはストローとか、紙コップのちょっと透明なやつとか、あとピンポン玉とか、そういうものをかぶせると面白いと思います。よし、折れたので膨らましたいと思います。できたできた。よし、じゃーん、これで風船ができました。ここに今からお絵かきをしていきます。できました。今作った飾りを先ほどの回路にある LED にかぶせて、これで完成です。さあ、これで電池ケースのスイッチをオンにしてみたいと思います。いきます。3、2、1、わー、光ったー、綺麗とっても可愛く光ってます。いやー先生、はい、すごい綺麗にできたね。すごい綺麗に可愛かったね。いやー、よかった。これ僕もやってみたい。うん、じゃあ、はい。違う、危ない危ない危ない、チカチカ、僕は光らないよ。光りたいんじゃなかったの？違うよ、光、なんかいろんな意味で光りたいけど、そういうことじゃない。危ない危ない、もう本当に。いや、光ね、そっか、やってみたいのね。うん、で、先生は？先生はハロウィンとかってあー、ハロウィンか。じゃあ私も光ろうかな。危ねえわ、パチパチ。危ない危ない、先生もう聞いた僕がバカだ。もういいやいいや。でもね、すごい楽しく光の勉強できました。楽しかったね、うん、皆さんも電気について学びながらぜひ作ってみてください。はい、それじゃあまたね、バイバイ。
この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。